みなさんこんにちは。ハロー、ナオミですとジョンです。今日はジョンと一緒に撮影してるんですけど、皆さんにご報告とこれからのことをお話しできたらいいなと思って一緒に撮影してます。まずご報告が何かというと、 We are going to have a baby。 そうなんです。実はベイビーを授かりました。そう、私もジョンも全然予想してなかったんですけど、予定が今年の6月14日が一応予定日で、で今この撮影してるのが今日が1月4日で、今やっと安定期に入って16週とかなんですけど、この動画を出す頃にはもうちょっと時間が経ってるかもしれないんですが、そのベイビーのご報告を今回この動画でさせてもらおうかなと思っていました。で今ね16週なので、ちょっとお腹も出てきてて、 I'm gonna show the baby。 ちょっとズボンのいつもズボンのこれスパッツ下に履いてるんですけど、で結構ちょっと待って、これ開けた方が見やすい、よいしょ。もうね、他の普通のズボンが入んなくて、このズボンも、妊娠前に買ったんですけど、初めは普通に締めるとブカブカだったんで、もうかなり、もう一個奥のベルトの穴にボタンを通して使ってたのを、今普通に締めて使えるぐらい、結構ね、お腹が大きくなってきてます。そうまだ性別はわかんないんですけど、そう、ベイビーを授かりました。ね。How do you feel? I mean, how did you feel? 去年の9月、10月頃かな、そう、10月かなに、その、発覚したんですけども、どう感じましたか？ It was definitely a surprise. 、It was a little bit of a shock at first. Just because of planning. We were trying to, you know, once we got married, we definitely wanted to have kids. But this process of fiancé visa takes a very long time. But we're doing the process, and we've been doing it for like three years now. So it's been a long time. But, you know, it happened. And we take it more as a gift, and it was meant to be. So we wanted to wait, but the baby did not.So yeah, we're having a baby, and but we're still going along with the fiance visa process, because we still want that to go correctly and how it should go. It's going to be very exciting. It's a lot. I'm building a house. I'm about to get married to this beautiful lady.And we're going to have a baby, so it's an instant family. So it's, but very fun, and something that both of us are looking forward to. And my family is very excited, and so is Naomi's family. So I feel very good about it. そうね、なんか去年にも何回か私のインスタだったりも YouTube でも話したかもしれないんですけど、フィアンセビザを申請してて、で結構ね、まあ、コロナ禍に申請したっていうのもあったので時間がかかったりしてたんですけど、まあ、今年、あ、違う、去年か、去年中にはもう取れてハワイに行けるかなって言ってたところで、そのベイビーを発覚して、なんかその結婚式も今年の春頃にしようかなと思ってたので、そういうプラン立てていたものが全部変わって、まあ結構初めはね、びっくり、お互いびっくりしたんですけど、予定通りになんかね全部行かなくなってしまって、ビザもちょっと延期になってしまったり、まあ日本で結局日本で出産する予定なので、ちょっとそのビザも延期にしてもらったりっていうのとか、そういろいろプランをチェンジしないといけなかったので、そう初めはね結構バタバタして、私もジョンも結構なんだろう、
あの焦ったんですけど、でもやっぱりね、子供を授かれたっていうのは本当にあの幸せなことなので、まあプラン通りにいかなくても、私たちのプランでは予定はしてなかったけど、でも今が多分ベストなタイミングだったんだろうなっていうふうに思ってます、私も。はい。And that was so weird. Before I got baby, I heard baby words a lot around me.、Mm. Now I feel like that was probably some kind of like God trying to tell me or stuff like that.I don't know. Fair, maybe. So, ベイビーをその授かる前、発覚する本当1ヶ月、2ヶ月とか前から、すごいなんか私の周りでベイビーのワードが出てくることが多くって、まず私の姉が、私の誕生日9月25日なんですけど、その誕生日プレゼントとしてくれたあのパジャマをくれたんですね。すごい楽なワンピースのコットンのパジャマなんですけど、そこにね、姪っ子があの刺繍をしてくれて、姪っ子の描いた絵をね、刺繍してくれたりとか、すごいスペシャルなプレゼントだったんですけど、それがあの授乳できるパジャマで、なんか私の姉は長く着れるようにと思って思って選んでくれたらしいんですけど、もうその時にすでに気づいてないだけでベイビーお腹にいてって、そう、それもなんかちょっとタイムリーだったなって感じるのとか、あとはそう、星読みをされてる方で、あの私のなんだろう、1年のこんな感じだよっていうのを見てくれてる人とかが、見てくれてる人がいらっしゃるんですけど、その方が今年の秋になんか赤ちゃんが見える、え、来年だったかな、来年が今年、ごめんなさいちょっと混ざっちゃってるんですけど、来年が今年の秋になんか赤ちゃん、子供が見えるっていう風にあの言ってて、でその時はそれ去年の話なんですけど、でもあ、今日来年か、来年の秋って言われたので、来年の秋に子供がいるってことはもうすでに今お腹にいないと、だからまあそれはちょっとまだかな、ないかなみたいな感じで思ってたら、そうベイビーが実際にいたっていうのも本当にびっくりしたし、そうそうそう、で他にもなんか結構周りで私が妊婦さんになってる夢を見たって言われたりとか、なんかこう自分の周りですごい赤ちゃんワードが出てきて、何なんだろうと思ってる時に妊娠発覚したので、なんかそういうお告げみたいなのだったのかなって今になって思ったりしてます。はじめはもうビザを取ってそのままハワイに行って、ハワイで出産する予定だったんですけど、なんかやっぱりウイザンで親が近くにいた方がちょっと安心かなと思って、ジョンちゃんはかわいそうなんですけど、あの日本で産んで、6月に産む予定なんですが、そこから3ヶ月ぐらい、 So maybe I'm gonna have a baby in June and then after 3 or 4 months I move to Hawaii. そうそう、 We have lawyers working on it. そう、もうね、弁護士さんがそのビザの延長するのにすごいね動いてくださってて、そうそうそう、急にねこのプランが変わったので多分大変だったと思うんですけど、そうやってくれてて、でさっき言ったジョンがの家をあの土地を買ってそこに家を建てるんですけど、なかなかそのなんだろう、 Why you taking so much time to build your house? Permanent、permits、so in Hawaii the permit process、takes very long time、just like everything, fiance visa takes a very long timeAll the permits take a long time right now. In Hawaii? In Hawaii.、Mm. So we've heard、plenty of people that are also trying to go for home permits and they take 2 years.、Mm. So far it's been like a year and almost a year and a half、with mine.、but yeah,、I'm going to be building it, so...、I know it's going to come out beautiful. It's on a very nice area. So、we're going to be happy. I hope Naomi's going to be happy with it.、we're excited.、boy or girl, I can't wait to teach them how to serve. And so、that's going to be really fun, just having a nice water baby. That would be good.、also, we're definitely wanting to see about、actually trying to...
being Hawaii and in Japan, kind of go back and forth. Maybe Georgia too. Maybe Georgia. But definitely Hawaii and Japan. We want our, you know, our family, especially our kids, to have a good connection with their grandma and grandpa, and my family, my mom, and my dad's actually passed away, but my mom. And so we want them to, you know the Japanese culture, and then also maybe just the Hawaiian culture. But have a good time and have a good life, and I think we're going to do it. まあちょっと話は戻るんですけど、ハワイはね、いろいろ手続きするのにちょっと時間がかかりやすいのかなっていうのもあって、そのお家を建てるのにも時間がかかってるので、ちょうど、なんだろう、私が今、その、向こうに行っても、違うところにとりあえず住んで、出産をして、で、ジョンはその間家を建ててっていうのがあるから、まあ、そのことも考えたら、まあ、私が日本にいてその間に許可が降りてくれたらね、家を建てることもできるので、その方がね、お互いなんか個々のことに集中しやすいかななんて思ったりして、まあ私は私の意見としてはやっぱり親が近くにいる方が安心っていうのがあったんですけど、そうっていうので日本で出産するのを決めました。そうね、私も男の子でも女の子でも全然もうどっちでもいいです。もうどっちでも楽しみなんだけど、なんとなく今私の感覚でこっちかなみたいなのがあるんですけど、 So what do you think? It's boy or girl? Ready? 1, 2, 3. You ready?One, no! Boy! あ、そう、でも本当私もボーイだと思う。I think so too. Well, I feel comfortable with a girl. そう、女の子の方がなんか安心、男の子なんかやんちゃ、なんか手に負えるかなみたいな。I think girl would be better for me, but boy is a little scary. Either one,、うん、if I have a girl, I know、うん、she would be a beautifulgirl, and almost I would have to be worried about beating up too many people when she grows up. If I have a boy, it's good. I need to beat up that girl. But that's gonna be a hard job if we have a boy now. It's gonna be okay. So either one, it's going to definitely be a blessing. But I know that Naomi wants more than one, but I say we have one at a time. You cannot say that. So, 女の子だったらなんかこう大きくなった時に一緒にショッピング、ママと二人で行けるとか、私結構自分の母親と仲良くで、大きくなってから2人で買い物したりとか、なんかこうちょっと友達みたいな感覚でショッピングに行けたりするから、それは楽しそうだなって思うし、でも男の子は男の子でまた可愛いんだろうなとか思って、もう本当どっちでもいいです。私はね、今のところまだ分かんないんですけど、まだ出産も経験してないので分かんないんですけど、 2,3 人授かれたら嬉しいなって思ってて、でも彼は一人でいいんじゃないかって言ってる。でもこれはね、自分たちで決められることじゃないので、そう、 We cannot decide how many kids, you know. No, we can't. そう、うん、つわりの話とか、そのマイナートラブルとかも他の動画で上げていけたらいいなと思ってます。そんなに私すごいつわりがきつい方ではなかったかもしれないんですけど、これから妊婦さんになる方とか、今現在妊婦さんのちょっとなんかこう気持ちが楽になれるようなアドバイスとかもできたらいいなと思ってます。で、そう、これからの活動というか、ヨガについてなんですけども、今はまだそのお腹に腹圧がかからないようにしながらも結構普通にヨガは続けてて、パーソナルヨガも全然いつも通りあまり内容も変えずにやってるんですけど、これからもうちょっとお腹が大きくなってくると、多分今まで通りの動きはできなくなってくるので、
まあ私基本 YouTube に上げてるヨガはリラックスメインが多いから、まあ、そんな今までと変わりがないかもしれないんですけど、まあ、リラックスメインっていうのと、まあ、マタニティヨガとかにちょっとこう移行するかもしれないです。はい、はい、ということで、このご報告を早く皆さんにしたくって、結構もういつしよういつしようってウキウキしてたんですけど、やっとお話できて嬉しいです。 I'm happy that I could tell them that I'm pregnant now. You're about to see her belly. うん、ね、お腹もねどんどん大きくなってきて、もう今すでに結構体重も増加してるので、だんだんね私の顔とか体とかいろいろ変わってくると思うんですが、温かく見守っていただけたら嬉しいです、mm-hmm. ということで OK? Yeah、うん、I'm excited、うん、私もすごく楽しみにしてます。これからこのね妊婦生活のこととかも YouTube にプラスしながら更新していきたいなと思っています。皆さん、今日も最後まで動画見てくださって本当にありがとうございました。Thank you so much for watching. ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。Can you hold it? Come, come. Ready? Smile. And look, no, look at here. Can you come, little girl, here? Ha 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 ha.